養老寺は、岐阜県養老郡養老町にある新州大谷派の寺院である。三号は、滝久山。養老高子伝説の源の進む内ゆかりの寺院であり、不老長寿に利益があるという。多芸七号の一つ。本尊は十一面千樹観世音菩薩。西見の三十三霊場第二十五番札所。本堂の左にある。 滝守不動明王堂は、養老の滝を、主験の場とする。伝承によれば、奈良時代の岩礁天皇の御を、源進むうが開いたという。当時は、宝奨州の寺院であった。天平年間、にあった。永六年間、織田信長の陛下で消失するが、天正年間に、伊藤博盛が、現在地に衝動として再建し、その後1607年に、 美濃国高須藩藩主、徳永受賞の援助で本堂が再建される。この頃、浄土新州に改修する。養老高子伝説の登場人物の源の進む、うちの墓は、養老寺の境内に実在する。毎年3月の春分の日、菊水泉、名水百千の水を、滝守る不動明王に奉納し、養老の滝の安全を祈願する。養老高子伝説は、 鎌倉時代の古今著文集に記載されているものであり、親孝行の教訓として語り伝えられた話という。滝守る不動明王堂の不動明王は生酢に乗ってきたと言われ、生酢を食べて参拝したり、滝に良くすると罰が当たると言われる。ありがとうございます。